こんにちは、ソックニッターのまいみです今日はこちらの KFS さんの単色コットン。あ、麺の花ってこんな感じなんですね。の214番コットンハニーという毛糸。黄色に、まあ、オレンジがかった黄色に白がこうくるくる入っている毛糸を使って バナナソックスというもう一つの <laughs> バナナソックスの透かし模様を入れています。こんな感じです。えっ、ー、と、こちらの系統をまず紹介しますね。KFS 気仙沼平和の靴下。バームウールっていうのは、えー、とコットンって意味なんですね。ウールのバーム。コットンはユニって書いてるの単色です。 ね他にも単色出ちゃって、どうしよう、買いたくなっちゃうって思うんですけど、今年はこれを買いました。100g 約 410m なので、ウールより 10m くらい短い感じですね。なので、ちょっとこう太い感じではあります。毛が一応入っていて、毛が38%、ナイロン32%、綿が30%。洗濯時はネットを使用し、柔軟剤は使わないこと。ここは一緒ですね。 えっと、洗濯温度が40度以下とか、えー、ここら辺も多分一緒。で、ゲージがちょっと大きいですね、やっぱりね。で、靴下には2.5ミリの、えっと、編み針推奨と、あ、折り機で、なんか、折ったり、あ、編み機か。編み機で折るのあ、編むのも OK。で、こっちにもちょっとついてて、推奨編み針が2.5ミリから3ミリなので、えー、2号針から3号針ぐらいまで、 1>, あ1号か1号から3号まで OK ということですね。なのでちょっと私は今回この間ねあのライブで透かし編みの時にはちょっと太い方がいいよとかこの穴のをどうやってコントロールするかみたいなのとかがあったのでそれを参考にいろいろ編んでみました。今回使ったのはラベリーの無料パターンの バナナソックスっててすすると色々出てくると出くんですね。この間編んでたあこの間ガジャさんが完成したみたいなんですけどこっちを、えー、と5段ずつ裏編みしたりしてでこっちを足の甲の方あ、かかとの方かか,かとの方を2目細編みにするバナナソックスっていうタイプもあるしもう1個出てきたんですよバナナソックスこういうやつね。でも、 よく見たら、なんか4、5歳用だったので、ああ、4、5歳用だったらちっちゃいなとかって思ったんですけど、内容を読んでみたら、あら、変更できそうだなということで、ちょっと変更して28名にして大きくしてやってみました。最初は21名、10段の人模様です。とっても簡単なので、透かし編みしてみたいよという方、してみるのもいいんじゃないかなと思います。なので、21名を28名にしたので、 もし30目とかにしたら1号針とか0号針でもいいと思うんですけど28にしたため今回は2号針 2.75mm を使ってみましたが太い針でも大丈夫そうです結構柔らかいし穴も満足です、うん、手を入れてみようか足じゃなくてこんな感じです夏のね涼しい靴下にはこれでいいんじゃないかなと思います で、えっ、ー、と、この模様はですね、10段で1模様で、ここだけをちょっとね、真似っこして編んでみました。これ確か等アップで同じ編み方ができると思うので、もし4、5歳用のお子さんを、お <laughs> 持ち、4、5歳の <laughs> えとお子さんをお持ちの方編んでみるのも楽しいんじゃないかなと思います。で、えっ、ー、と、簡単です。1段目から9段目は、ちょっと変わりゴム編みをします。えっ、ー、と、P っていうの、ポール。 うんと裏編みってこ125表編み525252ってきて5で最後は裏編み1目1目,1目ここね目,し、うん、と目数を増やしたりすると32目とかにもなるんじゃないかなと思いますでえっ、ー、と本当はこの5目と2目が1個多いんですよ 私は28目にしたかったので、この繰り返しをもう1個足すという感じで、ラベリーの無料パターンを自分なりにこう、大人用に変えてみました。こんな感じ。そしたら多分ここは1個ないんですよね。今4個バナナが、これ1個1個バナナだと私は思ってるんですけど、それが1個ないっていう感じかな。 えっと、なので、ダンスを数えたかったので、ダンスカウンターをつけています。いつもは一段終わった後につけてるのですが、えっ、ー、と、こっち、かかとの方の増やし目とかするのもあるし、ここの一目めのところにつけてみていました。えっ、ー、と、まずやってみたいと思います。でね、えっ、ー、と、ちょっと今回はフレンチヒールなのかちょっと遊んでみました。28目なので、9個、 マッチを作って、まあ、18段編んで,で下のところ裏のところを引き返し編みで10段かな行って帰ってくるガーターにしてで後ろを滑り目にしてみましたちょっと滑り目のところ短すぎたのでその続きもそうすればよかったかのような気もしますがなんかこうこっちはバナナでこっちはバナナじゃない部分も <laughs> 面白いかなと思ってやってみました。でかかと終わったので 甲の柄をそのまんまこう着て、後ろの方もつけてみようかなと思います。これだったらちっちゃくならないし、あの、ちっちゃくなるような柄じゃないので、このまんま続けていこうと思います。で、甲の方の流れで、後ろの方もここからスタートしようと思います。最初は裏編みを一目編んで、で、一段目今するので、 この0とこのビーズを超える時にレース網というか穴がが開くパートがきますそれまでは裏1目表1234あら大きくなってる5 <laughs> 裏を掛 <laughs> け目が二重になってました2つ表こう1 2 3 4 5 裏2つ表5裏2つそしてラスト表5で最後は裏編みが1つだけという感じになりますさっきねちょっとこのレースパートをしてたのでその後かけ目とかがあったとしてもこんな風に編みます。ちちょっっっとここ大きくなっちゃったけど 近くのこう毛糸を引っ張ればちょうど良くなってくれるんじゃないかなと思います。それを一周編みます。で、同じことを九段します。こうにこれを入れるときにはかかとの方には入れずに編んでください。九段かわいこま編み。 言うんですか、を編んできました。こんな風になりました。で、0段目、ここがレースパート、穴を開けるところです。えー、っと、裏編み一つは一緒です。で、その後この表編みここのところにこれが入ってきます。と、K 2 w o ギャザー、左上二目一度して、ヤンオーバー掛け目とニットワン、表目一目掛け目。そして最後、は S K P、まあ 右上二目一度っぽいことをします。SKP って今回初めて見たので調べてみました。ニッティング SKP で YouTube で検索したらスリップニットパスという感じで上からこうかぶせるみたいなところはちょっと右上二目一度にちらっと似てる。このスリップのところがちょっと違うと思うのでそこもちゃんと取っていきたいと思います。いいですね。なんか一つ一つ勉強になります。 まずは最初裏編みでえっ、ー、とこの10段目ですよーっていうこのビーズを超える時に穴を開けますえっ、ー、と左上2目一度こんな風に左から一気に針を通して2個に通して2目一度しますで「ヤンオーバー」「掛け目」「で、ニット」「表編み」 次は、ヤンオーバー、掛け目。これで、一目減らして、二目増やしたことになりますよね。で、次が、SKP です。スリップは、こう、表編みするみたいに針入れるんじゃなくて、裏編みみたいに、こう、針を入れて、滑り目をして、次、ニット編んで、上にかぶせます。その時にね、この掛け目の方が、ちょっと、こう、邪魔になるので、ちょっと押さえておくといいんじゃないかなと思います。 そうするとやりやすかったです。でこの裏編みのところはずっと裏編み。もう一回やってみます。左上2目一度。これちょっとアメリカ式じゃないとなんかできないのでちょっとややこしいですが。掛け目は奥からこんな風に。表編みみたいな目になるようにかけます。いつもこっちで間違えてしまうのですがこれだと右側の 糸が奥に行ってるので逆で逆すこうしてこれ間違ってもでもねおかしくならないので大丈夫です。で表編み掛け目とスリップして1目編んで上にかぶせる。裏編み裏編みもう一度します。左上2目一度。 ままアメリカ式でやってみようかえっとんこうか普通に表編みするみたいにアメリカ式でもかけて表編みでもう一回かけ目スリップして1目編んで右上2目一度で糸を手前に持ってきて裏編み2つ英語バージョンでもやってみましょう t トゥトゥトギャザー してヤンオーバーニットワンヤンオーバースリップニットパースという感じでついでにね英文パターンも覚えれるんじゃないかなと思いますでこの時になんかね左の方の あなんか大きい感じがするんですよ。この編んでる時ともう一段ぐらい編んでる時。でもあと二段くらい編むと同じくらいの大きさになるので、もしかしたらこの SKB がちょっといい感じなのかもしれません。この技を使うと大きいのがこう解消されるのか、今回そうだっただけなのかはちょっとわかんないんですが、なのでこのまんま 編んでいました。前はライブではこの掛け目をする方向とか次に拾う方向をこうねじったりすると大きいものがちっちゃくなるんじゃないかっていうことでこことかねじってみたんですけどすごいちっちゃくなるしこう段差ができるので私は今回はこのまま編んでみようかなと思います。でね、この こっちは左上二目一度こっちは右上二目一度みたいな感じでこう広がっていくっていうのがバナナ感を出してると思うので多分ねなのでその通りにやってみようと思いますどうですか簡単ですよねなんかねいやあの透かし模様って結構細かいものがあったりずっと穴が開いてたりすると穴が気になったりしますよね でもこれだったら10段に1回だしうん面白いんじゃないかなと思いますでね今回バナナソックスし,しやがったらこのデルモンテの <laughs> シールを貼ってみようかなと思ってなんかすごくバナナ感が出るんじゃないかなと思いますなんかインスタグラムであの前のバナナソックスを白っぽい毛糸かなって編んでこういう風に写真し ってでシール貼ってる方がいて「あ <laughs> バナナだ」って思ってて面白いなって思ってたんですよ。で最近バナナを一日一本飲むのあ食べるのが飲むのだからって <laughs> うちのんだろうみんなの習慣になっててえっ、ー、と出かけるたびに誰か必ずバナナを2房ぐらい買ってくるようにしてるんですね。なのでシールがいろんなタイプのシールが見つか,かるので。 ちょっっと一つ取っておきましたあとバナナソックスがあるってことは他のフルーツのもあるんじゃないと思って、えー、とストロベリーを検索してみたらラベリーでねストロベリーソックスすごいいっぱいありましたまあ無料のがなかったのでちょっと試すことが難しいのですがこういうふうにねあの編んでる様子を撮ることは難しいのですがなんか編み込みとか,なんかもうまさにね にに見えるように赤の透かし編みに緑のこう、えー、ピコットじゃないけど吐き口がヘタみたいなのが吐き口になってくるんとなってるのとかすごい可愛かったです。なんかってことはマンゴーソックスとかなんだ他にウォーターメロンソックスとかあまあそれは毛糸とかでもあるかありそうだなと思ってちょっとフルーツの名前で検索するのが マイブームになっておりまを裏の方も同じようにやっていくし今回初めてここにね穴を開けるのでちょっとどうなるかなと思います。であとねうんとかかとが終わってしばらくこっちと長尻を合わせてから10段編んだので結構長くなったんですねかかとから。なのでまああと2回ぐらいかな。 二十段ぐらい編ん,、うん、ここに今は何て、あと十段編んでもう一回何けて、あとまあ九段編んだら吐き口にしようかななんて思っています。ということで今日は簡単なバナナソックスという、えっ、ー、と、透かし模様です。次は完成のシーンにしたいと思います。 バナナソックス完成しました透かし編みバージョンですでここにシールを貼ってみました最後は10段編んでえっと、ピコッと,縁編みというのをしましまた。そして中は、えっと、シブルさんのゴムの留め方でやってみたので結構伸縮性があってパッて離すと あのバナナのつながってるとこみたいに見えて素敵ですこのピコットち編みの仕方とゴムの履き口の留め方を概要欄に載せておくのでよかったらやってみてくださいでえー、っと重さを測ったら1個 26g だったので2つで 52g くらいでできると思いますでかかとからは 14cm ぐらいなのでショートソックスじゃないけどまあ夏用の靴下という感じですかね こんな感じで。まだ水通ししてないので、網目は整ってないですがで、こうするとすごいバナナっぽいんじゃないかなって思います。で、えっ、ー、と、一応、ソックハンガーに入れたのはこんな感じです。ね、穴大丈夫ですよね。これね、整って見えますよね。これ多分水通ししてもっと広げながらブロッキングすると、こう、綺麗に整ってくれると思うんですよ。あと、こう、 なんだろう、履いた感じも、は、うん、履くともっとさらに整って見えると思うので、とっても楽しいバナナソックスの柄編みでした。<laughs> 簡単楽しい透かし編み柄。よかったら、この夏編んでみるのもいいんじゃないかなと思います。えっ、ー、と、あと、この KFS のコットンなんですが、なんか履き心地がもちっとしてて、この長さでもなんかあったかく感じるんですよね。 まだこれくらい残ってるので残りはもう一個靴下を作りたいなと思っています。ということで今日は KFS コットンハニーで作る「透かし編みのバナナソックス」でした最後までご覧くださりどうもありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう